皆さんこんにちは。今日はドイツティアナ70戦闘機 DF109 ツバイリングに乗ってみたいと思います。ツバイリングはドイツ語で双子の意味です。この手っ取り早い双子機は計画はたくさんされてるけど、実現したのは巨大輸送機栄光用のハインケル111の双子機くらいですかね。そうだな。まあでもこの計画は大失敗ですね。中央翼ガーシュとラジエーターが邪魔で並走化としてほとんど機能してないもんな。ツインマスタングに比べてせっかくの利点が台無しですね。それでこのゲームでは開発するというもエンジンが最終なわけですが。さてここで問題です。いくら架空とはいえ重大な間違いが一つあります。それは何でしょう？いくらということは存在自体じゃないのね。ですねー。ヒント、それじゃあ2倍じゃなくて4倍だよ。じゃあホッケの胴裏を双子機にしてみてください。あ、ラジエーターが余分か。正解。さっきのモデル機種に胴裏と同じ環状冷却機つけてたから。翼の冷却機は不要ですよね。でもそれ取り除いても足が邪魔で一緒ですけどね。足を片側にして強化しようにも、翼が薄くて無理か。根本的に変えて胴体にダブルタイヤ引き込みにしないと無理かもですね。それなら ME210 でも回収してた方がマシか。あと、命中率を良くするための軸ない方が全くの無意味ですし、翼のガンポットも間隔が空きすぎで命中率悪そうです。ゲームの機体ではさらに耐久値がダントツ最下位の360。メッサー単体からたったの60マシ。当たりそうもない火力はまあまあ。腐っても30ミリオンもん。まあまあ良い機動性と速度に良好な高高度性能を備えています。かっこは良いですねー。実は開発当時は不要だったのでシュワルベ開発したら速攻売り飛ばしたのですが、また買い戻して塗装までしちゃったのね。というわけで、双子座の私に最適なツバイリングの実力を見てみましょう。まずはロールと。戦闘空域が近い。攻撃態勢に入れ。次に射撃は。単発で見るとだいぶあっちこっちに飛んでひどいもんですね。ただ、全力射撃をするとショットガンのようになり、オーバーヒートまでも長いので、そこに光明が見出せるかもしれませんね。じゃあ、さっさと戦争しろ。はい。たまたまロール先に敵 A が、一発当たったか。この次からの262と違って機動性はあるので、切り返しはいいですね。銃戦にしては意外と身軽そう。衝突も怖いので取り合いはやめときましょう。いいところに侵入してきましたね。撃墜。旋回中の30ミリは当たらないので敵の前方に弾幕を張って、飛び込ませる感じがいいかもです。普通の戦闘機だと点滴射撃でオーバーヒートを防止するけど。これは、攻撃時の直進を心がけて引き金引きっぱなしで撃ちまくってたら良さげ。下手な鉄砲もなんちゃらってやつですね。まさにそれほら宮崎アニメの対空砲火みたいに当たらないやつ。ド派手に行くぜ。そんな感じで楽しめたら、これもホッケも楽しめるかもしれませんね。トリガーハッピーで脳汁は出るね。さーて、採掘の機体攻撃間に合うか？あの爆撃機との勝負だな。落とせないこちらが圧倒的に不利。すごい凄そうに見える弾幕。必殺乱れ流し撃ち。やったぞ。こういう時もあるんだな。なんかこれ水平面の流し撃ちはいいかも。もう弾幕画面で構成されてるもんな。お次は急降下して攻撃を。フラッグとスロットルを絞っても規則は落ちきらないので、操縦桿を引くタイミングに気をつけて。ウッハー受け浮き上がれ。射程が短くて当たらないから引き起こしが遅れるんだな。山側に引き起こすのだけはやめましょうね。まだ旋回がマシだから反復攻撃もしやすいか。規則も落ちきってもオーバーシュートはしませんぞ。であれ、いつの間にか重点に、まあ飛んで火にいる占領ポイント。でも占領されちゃったぞ。致し方なし。撃墜。味方ちゃんがもう一つの採掘落としてくれないかな。他力本願寺。いやいや12人のチームプレイですよ。8割はボットだから気楽でいいやね。まあとにかく、ここにいてもしょうがないので、敵の重爆も向かいそうなもう一方の採掘に行きますか。ボットといえば、あまり指示を出さんよね。特に護衛してとか。採掘とかロケ基地攻撃はたまに痺れを切らして出しますけどね。必ずしも爆撃機と重戦闘機のセットで向かってくれるわけじゃないですか。下手したら、占領ポイント申請になるわけで。まあ占有に任せた方がいいかなと。じゃあ護衛は？あれを頼むと、やはり下手したら占領に向かっている戦闘機なんかを引っこ抜いちゃうので、領海って結構な遠くからも来たりするもんな。戦闘機系一機引き抜いて護衛させちゃうと相当不利になるような気がしましてね。爆撃機の時は？重戦ならついてきてほしいですが、護衛よりも敵の爆撃機を落としておいてほしい。
敵に食いつかれてもボット機なら後方機銃で撃退できるかもですしね。とか言いつつ駆逐してますが。そらまあ、銃戦排除も銃戦の立派なお仕事ですから。必殺ローリングに誰打ち、行政の件はあくまで自分の方針聞くだけなんで、正解とかではないです。エンジン停止。慣れど戦闘飛行に問題なし。ありありです。根性でプロペラ回すんだ、石にかじりついてでも敵を倒せ。今は動けない故障中だけど、諦めはしないもう目覚めたから。燃えるこの機体はリペアアイテムを欲す。クライン今は詰めなくとも。サーチインスペ化したら装備。のんきにデータガンダムの替え歌歌ってる場合か戦闘機ったぞ。ああ早手はやらないとやられますね。お、ちょっと珍しい出来事。天竜あれにありだ。あ、さっきの替え歌別バージョンを動画の概要欄に貼ってあるので見てね。何回か貼ってるけどリアクション皆無。あ。やばいやばい。ポイント圏外出れた。ぐは。あれは、ビエンですな。まあ、わざとやられて拠点移動を短縮したんですけどね。負け惜しみだな。思った通り、敵の爆撃機も来てることだし結果オーライ。占領ポイントいらっしゃい。お年頃だな。262と同じ武装なのに凄そうに見えるね。撃墜、そして占領。どうやら相手方の重戦さんも、爆狩りのセオリー通りでよく合いますな。宿命の出会いですな。スイマス XP75 機102の重戦は旋回勝てないのでワンチャン食い打ちしかないですが。スイマスは悪夢。あまり見かけないのが不意です。しかしこの軸内砲。うん。普通の翼装備の機関砲は弾道を一点に集中させてるのですが。これは、プロペラシャフト内を通してるので角度つけられないんじゃないかな。まあ確かに、目標が爆撃機なら問題ないかも。翼のガンポットも離れすぎなので、リアルでは不動だったかも。胴体に当てない敵に優しい人道戦闘機。おそらく、あと59センチほど中央翼を広げてハードポイント作ったんじゃないかな。実際に試作された機体が試験飛行してないっていうのも不思議。不具合で飛べそうもないってことはなさそうなので、見た目でダメだこうやって引っ込めたのかも。なぜ作ったって感じだよな。まあ、この妖精空間ではそんなことは全てキャンセルなんで。ツインエクセリオンを堪能しましょう。この動画撮影の後もスペシャル化に向けて乗っていますが、結構いい感じで乗れてますよ。打ちまくりの極意を身につけましたからね。あちら。危な。評価の低い方の30ミリ機関砲のプラットフォームとしては最良かもしれません。どこら辺が？速度と旋回性が適当で射撃機会が多い。一発が重い30ミリなんで、面で捉える配置と当たるまで打ち込める連射ボーナス。ボーナスとは何らかのハンデがある機体の内部設定ね。30ミリがこれだけ調子いいと262とか、ホッケとかフッケバインとかに目も行きますが、数種類の根菜とか速度速すぎ曲がらなすぎとすぐオーバーヒートしすぎとかで、これに勝ることはないかな？改めて使ってみて意外な良さですな。当時はマッハですっ飛ばしましたからね。まあ、これが最強の重戦というつもりはないですが、かなり使い勝手はいいんじゃないかな？日本機ほどじゃないけど重たいイメージもないよね。前の410は重たかったですが軽戦闘機を2倍にしただけですからな。ブーストに余裕があれば、戦闘機に追われても引き離してから、反転返り撃ちもできなくはないです。スペカ前は付けられるアイテムが少ないところが残念ですので、スペシャルカゴの乗り心地も楽しみな機体なんだな。ですねぇ。MK108 高装備でこれだけ褒めたのもまた珍しい。ここからひねり込んで。この機関砲には全く不向きな。旋回中の小型機にも、水平移動ならこの通り。もう無茶苦茶ですな。撃墜。お、落とされたボットさんがエールをくれましたぞ。水平射撃は最強ですが、自分が垂直面の移動だとちょっと厳しい。瞬殺。あとエンジンが壊れやすいので、早く修理キット積みたいですね。冷却剤は外せないもんな。攻撃第一主義ですからな。ちなみに爆弾は、使おうとすると、ただでさえ少ない体力が対空砲火で削られちゃうので、自分はつけてないです。というわけで、ド派手に撃ちまくりたい方はいかがでしょうか？攻撃正体殲滅も夢じゃない機体なので、背の強い機体ばかりのティア7重戦にあって、体力と引き換えに意外な使いやすさを手に入れた機体かなと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。また良ければ次回も見ていってくださいね。
機関の帰りを待つ。